久保さん、全部危ないにしましょうか。<laughs> 全部危ない <laughs>。ま、基本的にあの、絶対はないので、全部危ないんじゃないですか。だから、まあ、あのー、僕も、いつも、なんだ、気を引き締めるというか、まあ、常にいろいろ考えてますから、うーん、正直ね、お客さんの数も少ないですし、再生数も少ない中、まあ、ずっとやってて、まあ、僕なんかはね、やっぱその、安心はないので、 安定はしてきましたけど安心はないんですよ。うん。昔に比べるとやっぱファンずっとやってるのでね、いや、ファンの濃さっていうのはすごい膨らんできたんで、まあ商品が売れないっていことはほとんどないので、まあ安定はしてきました。ただ安心はしてないです。な,んでな,らばなぜならば、そもそもお客さんの数が少ないのでどうなるかわかんないですよね。うん。 だからまあ再生数上げていかないといけないなお客さん新規のやっぱもうちょっと取っていかないといけないなっていうのは常に考えてますしじゃああとまあ常にあとコンバージョンどう上げていくかとかねまあ、少ない中で売り上げ作,作り続けてい,いってるますからまあ、コンバージョンどう上げていくかっていうのは、ね、どういうふうにオファーしようかなとかどういうコンセプトに、ね、しようかなとかだから今度そのタカさんの商品1月末にこう案内していくんですけどもそれもその 再生リストの名前をね、今3回変えましたね。3回変えて。いや、どれが一番パンチあるかなみたいな。で、いろいろ考えて、あの、再生リストの名前すら、あの、まだ動画撮ってないですけど、どうしようかな。でもね、まあ、いい再生リストの名前が浮かんだんで、よし、これでいこう、っつってね。うん。来週ぐらいから撮っていくんですけど、そう。まあ、いろいろ、まあ、ちょ、そのね、数文字って、再生リストってそんなに、その、なんですか。 あの文字数多くないですけどそれもね考えてますからねそう、うん、だからなんすかねうんまあ全部危ないんでああん安定があったとしてもそこに安心してたらダメだよって話ですねみんな安定を求めるけども安定安定しながらも安心するなっていうね 安定させながらも安心するなっていう、このちょっと矛盾ですけども、みんな安定すると安心するじゃないですか <laughs>。安定させつつも安心するなっていう。だから、FX はもうそうじゃないですかね。多分、安定の中にいきなり暴落があると思って <laughs> 多分、いきなりその、その、あ、あの、なんだ、そう思ってたらね、いきなり暴落するみたいな、多分、まあ、何年かに1回とかあると思うんですよね。 そうだから結構まあ常に危ないよっていうのはやっぱ危機意識を持って生きていくっていうのは結構大事かなと思いますね。ただその危機意識の,あの度合いも大事かなと思うんですよ。 うん、やっぱこ,これは、まあ、いつも言ってますけども例えばその固定費がかかるビジネスやってるとその危機意識じゃなくて本当に危機意識だしその情緒不安定になるというか精神的にきつくなっていってその持ちこたえられなくなるっていうのもあるのでやっぱりその僕はお勧めするのはうんガ,チ危機ガ,チガチの危機だと精神が,精神が持たない。 でもそのネットビジネスとかはやっぱ固定費ほとんどかかんないので、まあ、そこに対するその精神的なその危機っていうのはあんまり普通のビジネスラーメン屋とかねまあそういう飲食店とかそういう普通のそのなんか何かを扱ってこうやっていくっていうビジネスよりかはもう全然楽なので、うん、それいいですよね、うん、だからこの億万長者合宿のやり取りもこ久保さんとやり合うのにね一本その なんですかね、まあ、10万円かかりますって言ったら、まあ、できないですよね。億万長者合宿やるのに、何十億用意しないとできないみたいなね。<laughs> 一本10万円です、やり取りみたいなね。もうこのやり取りするのに、何十億必要ですよね。何百億とかね。<laughs> まあそれじゃあもう、ね、まあ、できないですしね。うん。まあ、久保さんも今、何百億円の資産はないと思いますし、僕もないので、まあ、そもそもできないですよね。 やっぱね固定費がかかんないっていうのは僕はね神だと思いますけどねやっぱ固定費に苦しめられた僕と久保さんはわかるんですけど固定費がないって本当にね本当にありがたいことなんですよめちゃくちゃありがたいことなんだけどみんなそれをやっぱねそのありがたみをね感じる感じる人はやっぱ少ないのかなと思うんですよ僕はありがたみを感じれるんで逆にいっぱいできるんですよだってありがたいんででもなんかみんなそれをやっぱね あの従業員雇って苦しめられた経験は人生においてほとんどの人がないわけですから。うん。でも僕は逆にあるので、それをもうめちゃめちゃ言いますけどね、これからも。いや、本当に素晴らしいことだよと。<laughs> こんなビジネスないよと。うん。しかも腐らないしね。腐らんし。うん。そう。デジタルコンテンツすごいですよね、本当に。 いっ,てらっしゃい